皆さんこんにちは。スペインも2月に入りだいぶ暖かくなってきました。マドリードも毎日このように青空が広がっています。観光客も増えてきてますので、今から2月のマドリードをお届けしたいと思います。2022年の2月10日からスペイン全土で屋外でのマスクの着用はもう義務付けなくなりました。これは正式になくなったので、結構街中最近はもう皆さんマスクつけてない人が多いですね。それでもやっぱりちょっと密集しているところが気になる人はマスクをつけてまだ歩いてるんですが、特にマスク着用の規定はなくなりました。でイベントとかも今年からはもう再開 OK という風になりましたので、これからどんどん春に向かっていろんなイベントが、正式に再開していく感じですね。皆様、2月のマドリードはいかがでしたでしょうか。天気もだいぶ良くなってきてますので、春が待ち遠しいですね。それでは皆様、アスタプロント。チャンネル登録お願いします。いつも更新の動画も見れるようにベルマークも押してね。そして Facebook、Instagram、Twitter もありますので、よろしくお願いします。待ってます。